どうもゲームです。今回は J1 第15節京都サンガ戦のマッチプレビューをやっていきます。前節はアウェーで福岡とスコアレスドローに終わった浦和ですが、ミッドウィークのルヴァンカップを挟んで再びアウェーで京都戦です。リーグ4連敗中、そして6試合勝ちなしと、ここ2ヶ月ね、京都は苦しんでいますね。で、長期 J 監督のチームらしくハイライン、ハイプレス、そして前への圧力がかなり高いチームですので、そのあたりの解説と浦和として狙いとなりそうな部分というのを解説していきます。今回も戦術ボードを使って分かりやすくお話ししますので、ぜひ最後までご覧ください。浦和レッズサポーターでチャンネル登録がまだの方は登録も忘れずにお願いいたします。はい、今回の動画では3点お話しいたします。1つ目は京都の戦術的な特徴について解説します。2つ目は予測を上回って浦和ということで、浦和の攻撃について考えていきます。3つ目は主に守備面について、京都が仕掛ける中央への負荷に対応したいという話をしていきます。では早速やっていきましょう。はい、1つ目は京都の戦術的な特徴について見ていきます。基本の布陣は 4-3-3 ですね。こちらになります。まあ、終盤に逃げ切るときに5バック気味に変更することもありますね。で、メンバーは直近は連敗中ということもあって、結構入れ替えがあったり、そしてマリノス戦とかはマリノス対策として3バックにしたりと、まあ、試行錯誤している感じはあります。まあ、前節は札幌戦だったということもあって、特別な、ね、対策が必要な相手でもあったので、まあ、その前のセレッソ大阪戦のメンバーを元にしてプレビューしていきます。まあ、3トップは山崎を頂点にして、まあ、浦和にも、ね、所属していた木下が左、そして右に豊川がいるという布陣ですね。で、中盤は川崎をアンカーにしてインサイドハーフに福岡と松田天馬、そして4バックは右から白井、井上、浅田、佐藤という形になります。で、全体のスタンスとしては長期 J 監督らしくハイライン、ハイプレスというのはもちろんのこと、まあ、攻守にわたってね、この中央の方ですね、このエリアにいかに負荷をかけていくかというところを意識しているように思います。オーソドックスな3トップだとセンターフォワード1枚に対してウイングプレイヤーがね2枚いるような形の3バックというイメージだと思います。まあ、しかし京都の場合は3人のセンターフォワードがいるというイメージですね。特に京都がボールを持っている時、そして守備から攻撃への切り替え、まあ、つまりポジティブトランジションですね。まあ、こういった時に相手ゴールに迫る時というのは3トップがこの中央のレーンですね、ここにいるということも珍しくありません。もちろんね、状況によってサイドに流れていくというようなことはあるんですけども、基本的にはサイドバックの選手がこの幅ですね、大外の幅を担当していて、まあ、さらにね、その内側のハーフスペースの例のところですね、ここもインサイドハーフが抜けていくということが多くなります。で、ビルドアップのフェーズに関しても、センターバック2枚とアンカーですね、そして苦しくなりそうな時にはインサイドハーフが助けに下がってくるという感じで、まあ、サイドバックはね、なるべく高い位置に上げたいというような意図は感じると思います。イメージとしては、その4バックではあるものの、サイドバックがいるというよりは、ウィングバックがいるというようなイメージかもしれません。最低限の人数でビルドアップを行って、もちろんね、間から進めるのであれば、そこから進んでいくということもあるんですけど、サイドチェンジだったり、長めのボールですね、そういったのを前線に入れてくるというような攻撃が多いですね。ストライカーっぽい選手がね、前に3枚いるということですし、空中戦もね、3人とも強いということで、ここに対するね、中央への負荷というのをかけて、どんどん使ってくるというふうになっています。中央で起用されることの多い山崎というのが、最初のね、ターゲットになって、パスを反らしたり、縦パスを受けるために少し顔を出すというふうに、ちょっと下がる場面というのも見受けられます。で、その場合というのは、豊川と木下が2トップ気味になるというようなイメージもあるので、この3トップというのは、ウィングプレイヤーがいるというよりは、3枚のセンターフォワードが真ん中にいるというようなイメージになります。守備に関しては、やはりね、ハイラインでハイプレッシャーを仕掛けてくるというところですね。4-3-3 の形で構えることは構えるんですけど、やはり前線の3枚はこの狭めの位置を取ることが多くって、ややね、こう外から切ってくるようなイメージの方が強いのかなと思います。基本的にはボールを中央の方へと誘導して、ボールをね、中央で奪って、そのままね、人数をかけている中央から一気にゴールに迫りたいという考えがあるんじゃないかなと推察します。で、サイドにボールが出る場合は、インサイドハーフがこうやってスライドするということは多いですね。システム上前線も3人、そして中盤も3人ということで、この大外のところはスペースとしては空きやすいという部分にはなります。なので、この中盤の選手のスライドの範囲ですね、この辺はかなり大きくなっているんじゃないかなと思いますね。ただ、状況によっては、このサイドバックの選手が、相手のね、サイドバックに対して、どんどん出ていくということもありますね。それは前からの誘導がしっかりとできているという前提ではあると思うんですけども、かなり前の方に出ていって、潰していこうという意識は強いのかなと思います。また、中盤から自陣の方にボールを運ばれたとき、いわゆる京都としては構えたときということになるんですけど、その場合のサイドバックの立ち位置というのも、少し、ね、前の方に位置しているのかなという印象ですね。
まあ、普通の考えで言うとこの4枚の最終ラインというのはラインを維持して、まあ、オフサイドラインも気にしながら守備をするということがノーマルなやり方だとは思うんですけども、京都はその最終ラインの高さよりも結構高い位置にサイドバックを置いておくというような意識が強そうですね。まあ、その分前にポジションを取って前で潰していくと、そこからカウンターを打っていくというようなことなのかなと思います。まあ、トランジションの局面ですね、まあ、つまりポジティブトランジション、守備から攻撃への切り替えではもちろんね、縦に速い攻撃というのも狙ってきますね。で、前の3枚が基本的には中央のところをカバーしているので、そのラインを越えた後も結構前残りのような形になっていることも多くって、それを使ってカウンターを打っていくというようなシーンは多いかなと感じています。はい、二つ目は予測を上回って浦和ということで、まあ、京都の特徴を踏まえた上で、浦和がどのようなスタンスで入ってくるのかというのは注目するポイントです。ボール保持の局面を考えると、まあ、当然ですが、浦和はボールホルダーが持つ時間やスペースの余裕というのは、より小さくなるはずです。もちろん京都もね、ハイラインですし、サイドバックが最初からね、かなり高い位置を取ってくるという面もあるので、手前でね、ボールを持っていたとしても、どんどん人が捕まってくるというようなシーンが増えてくると思います。ただ、京都はね、それを実現するためにかなりハイラインで、サイドバックもかなり好戦的な立ち位置を取ってくるので、まあ、シンプルにこの裏のスペースというのは空いているということにはなります。まあ、もちろんね、西川からのロングフィードだったり、そういうボールでチャンスが生まれそうだなという想像はつくとは思いますね。まあ、ただそれはね、京都も織り込み済みということでもあります。例えば昨年のアウェイの京都戦を思い出してみると、浦和はね、長いボールを多用していきました。サイドバックに対して例えばね、秋元をぶつけることでここでの質的優位を得るというところですね。そういったところをかなり狙っていて、まあ、一定の成果は残したかなとは思うんですが、まあ、試合中にね、江坂とかからもう少し繋ごうよっていう声が出ていたように、相手も分かっている中での裏抜けだったりロングボールというのはなかなかね、決定機には繋がらないと思います。もちろんそういったボールというのは必要ですし、まあ、浦和としてもね、今季やってるサッカーというのは裏へのアクションをどんどん出していこうっていう部分もあるので、まあ、必要ではあるんですけども、余裕がない中である程度繋いで相手のね、方向を外すとか、まあ、そういったプレーが出ないとなかなかね、決定機までは繋がらないんじゃないかなと思いますね。まあ、これはもう今期というか、まあ、去年とかからですけども、なかなかね、決定機は作れないと、そして決めきることができないという試合が多い中で、しっかりと相手のね、予想を外すようなボールの動かし方をできるのかというのは重要になってくると思います。まあ、京都のスタンス上、自陣からね、このハーフウェイラインあたり、このあたりがまずは浦和のね、最初のプレイエリアにはなると思います。で、そういったところから単純にね、裏へ蹴るだけではやはり何も起きないので、しっかりと相手の、例えばファーストラインを外して前を向く選手を作るとか、そういったところからの裏抜け、裏への攻撃というのを出せば、より効果的になるんじゃないかなとは思いますね。まあ、京都の守備スタンスとしてはね、基本的に前にどんどん行くというところで、例えばそのラインを越えられたところで、最終ラインを後ろに下げてリスクを管理する、こういう選手ができた時に下がって1回合わせるっていうことは比較的少ない印象で、それでもね、ハイラインを維持するというシーンが目立つので、相手の背後でフリーの選手を作る、そこから裏へ狙うというのは効果的なんじゃないかなという部分ですね。ではその余裕をどこで作りたいかというと、まあ、京都のね、外側のスペースになるんじゃないかなと思います。まあ、京都は採用しているシステムの都合上、横の幅に関してはかなりね、割り切っているのかなという印象ですね。まあ、中盤が3枚、そして前線も3枚で、しかも中央に狭い布陣を取るというところで、その外側というのは単純にね、スペースが生まれているという部分になります。浦和としてはね、こういったスペースを、まあ、きっかけにするとか、そこのスペース自体でフリーの選手を作って、相手の高い最終ラインの裏をどんどん狙っていきたいというところにはあるとは思うんですけども、これもね、繰り返しにはなると思うんですけど、ここが空きやすいということは、まあ、京都にとってはね、織り込み済みということでもあります。ここに関してインサイドハーフの選手がね、スライドをするというところもありますし、サイドバックの選手があらかじめ高い位置を取っておいてどんどん出てくるというような仕組みもあったりします。ですが、それをね、あえて出させた上で次にどこをフリーにするのかとか、それを出させた上で裏を狙っていくのか、まあ、そういったところに関して相手の予測を上回るという部分はやはり重要になってくると思います。また浦和の守備から攻撃への切り替え局面ですね、まあ、つまりポジティブトランジションの局面におけるロングカウンターというのも狙い目だと思います。まあ、京都は攻撃の幅を確保するためにサイドバックが高い位置を取るという傾向があります。まあ、これはね、もちろん織り込み済みで、ボールを途中で失ってもその場所で取り返すというような考え方をしています。ですので浦和としてはボールを奪ったその場所からしっかりと脱出していくというところですね。そういったところを作れば、相手のハイライン、そしてサイドバックが上がった裏のスペース、それを使ってカウンターを打っていくということは狙えると思います。これはね、今季目指していることでもあると思うので、まあ、しっかりと奪った後に相手の切り替えのプレスから逃げ出して相手の背後を取っていくというところは見せてほしいなとは思っています。あと
と若干ですけども、京都のスローインの対応にもしかしたら難があるのかもなと思ってますね。まあ、浦和のスローインとかがあるときにかなりねサイドに密集するというところがあるので、これを抜け出して逆サイドに振ることができればもしかしたらチャンスが作れるのかなとは感じています。3つ目は浦和の守備面について展望しておこうと思います。浦和は 4-4-2 の守備になりますが、前からの追い込みという点では変わらず、2トップがアンカーを消しながら追い込んでいくという形になると思います。次に中盤の間から顔を出すインサイドハーフですね。こちらに対してどう対応するかという点ですけども、例えばねボランチがついていくということもあると思うんですが、その際に高い位置を取るサイドバックに対してサイドハーフがどう振る舞っていくかという点も気になるところです。浦和の守備としては2トップの追い込みにサイドハーフが参加することで前の人数を確保しながら誘導と前向きな守備をしていくという狙いがあったりします。ですが京都のサイドバックは結構高い位置を取るので、あんまりね低い位置を取るということはなさそうです。ですがこれにね引っ張られすぎてしまうとサイドハーフの位置が下がってしまって、前向きな守備というのがちょっとやりにくいという状況になることは予想されます。また京都の3トップは中央に狭く立ち位置を取ってくるので、浦和の4バックとしても外側ですね、こちらに出ていくというのも少しね難しい面があるとは思いますね。前に3枚いる中で4枚のうちの1枚をどんどん出していけるかというと、まあ、少し気にしなければいけないという面があると思います。なのでサイドハーフは前に出したいけども、それをひっくり返されて京都のサイドバックに幅を使われてしまうと、まあ、一気にひっくり返されるという心配もあるかなとは思いますね。まあ、それでもいつも通りサイドハーフに前目の位置を取らせるのか、それとも別の仕組みでカバーしていくのかというのは浦和の守備の注目ポイントになるかなと思います。また自陣で構える形になった時、トピック1でお伝えしたように京都は大外にサイドバック、そして内側のレーンですね、ここに関してはインサイドハーフの選手がどんどん上がってくるというシーンもあります。まあ、この内側のハーフレーンですね、ここに対するケアの仕方というのも少し考える必要はあると思います。例えばその攻撃に対して浦和の組織全体のスライドがしっかりと間に合っていて、センターバックがずれていっても問題ないというのであれば大丈夫だとは思うんですけども、京都のね3トップの性質を考えるとなるべくねセンターバックは外には出したくないんじゃないかなとは思います。となると大外に対してはサイドハーフを下げたり、サイドバックの選手が出ていった内側をボランチの選手が埋めるとか、まあ、そういった仕組みは必要になってくると思いますね。まあ、この辺の役割の分担ですね、もちろんその時の状況に合わせた対応なんですけども、間違いがないようにしたいです。また当然京都のカウンターというのは警戒する部分です。自陣内でのロストはもちろんなんですけども、相手陣内に入っていった後でも常に警戒を怠るということはできません。相手にいいカウンターを打たせず、むしろ回収して二次攻撃につなげるためにはいいボール保持が必要です。相手に後ろ向きのプレーをさせること、そしてそのための裏へのアクションというのを、まあ、少なくならないようにするというところですね。こちらは重要になってくると思います。はい、では今回のまとめです。京都は3枚のストライカーを起用する 4-3-3 の布陣です。攻守ともに中央への負荷をかけてきます。切り替えの時の速さ、そして前への人数のかけ方は京都の強みですね。サイドバックの立ち位置も攻守ともに好戦的です。ハイラインハイプレッシャーで中央への誘導を狙っていそうかなと思います。で、浦和はそのハイラインの裏を狙っていきたいです。もちろんロングフィードも一つの手ですけども、それだけになってしまうと相手も予測できるので、あまり決定機にはつながらないと思います。相手の陣形の横というのはリスクとしてはある場所ですけども、もちろんそこも素直に使っても効果は薄いので、相手の予測を上回ってボールを移動する、そして相手のフォワードのラインやミッドフィルダーのラインの背後で前を向く選手を作れば、一気に最終ラインの裏を狙っていけるという展開も期待できると思います。また高い位置を取る京都のサイドバックですね、こちらに対する浦和のサイドハーフの対応方法というのは注目ポイントになります。相手は中央に入ってくる3トップですので、まあ、ショルツとマリウスはなるべくね中央からずらしたくないんじゃないかなとは思います。そうなると大外のサイドバック、そしてその内側を抜けてくるインサイドハーフへの対応というのははっきりしておく必要があります。でもちろん京都のカウンターには常に警戒する必要もありますね。まあ、最後にもしかしたら京都のスローインの対応に難があるかもしれないので、密集のところから抜け出して一気に裏をついていくという攻撃は期待できるのかもしれないです。はい、過密日程の中でアウェーが続くので大変なんですけども、まあ、今ね不調の相手というところもあるので、しっかり勝ち点3を奪わないといけません。また福岡でね苦戦したピッチ状況については、前節を見る限りはボールが暴れるという面はあまりなさそうには感じました。まあ、ただ足を滑らせている選手は多かったので、そのあたりは気をつけたいですね。この試合の予想や動画を見ての意見や感想、質問などはぜひコメントしてください。必ず返信いたします。こちらのチャンネルでは浦和レッズの試合のプレビューやレビューを中心に、クラブやチームと目線を合わせて浦和レッズをもっとサポートするためのコンテンツを発信しています。この動画が役に立ったと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。